こんばんは。ようこそ初耳怪談ファーストテイクへ。まずはレギュラー陣の皆さんです。お願いいたします。お願いいたします。ありがとうございます。さあ今日もですね、素晴らしいお二方来てくださいました。田中俊之さんとスピードワゴン小沢さんです。お願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。ちょっとごめんなさいね。小沢さん、あれなんかいつもと違いますけど。おい、今日怪談だぞはしゃぐな。階段のテンション。あなたが一番階段今いじってるんだよ、ねね、絶対今良くないですよそれ。なんでそんな。でも俺はもう感動してるのよ。何がですか。俺はね、短歌っていうの分かる？57577、はい、短歌の番組を10年ほどやらせてもらってるんだけど、俳句とかにもやっぱ興味あるの、うん、稲川淳二さん、階段といえば、はい、俳句で、この度夏の季語になりました。すごい。すげえ。すごい。夏の季語に稲川淳二さん入ったんですよ。でも言わせて、田中さん、俺田中さんとはね、付き合いが古くて実は。そうなんですか。田中さんの階段をよくいろいろなところで教わって、でそれを飲み会で使える2分サイズにして使ってます。じゃあ2分サイズ。でそれをまた僕使わせてもらってます。あ、じゃあもうまた帰ってくるパターンで、ね、でも田中さんやっぱ今お話出ましたけども、はい、すごい経歴で怪談最強戦2021チャンピオンでして、で実はですね、その決勝戦で田中さんと争って田中さんがチャンピオンになったんですが、その相手というのが吉田桃々さんなんですよ。はい、そうです。去年のそうですね、1対1の最後舞台になって、すごい2人じゃん。でも吉田モーモンさんは初めて出会ったんですよね。その大会には初めて出させていただきまして、すごい快進撃やったんですよ。だから吉田モーモンさんが先行になったんで、はい、で10分ぐらいで終わった。12、3分ですね。僕25分ぐらいやりましたかなり長かったですよ。田中全部消すっていう、そう一人目の話を忘れさせ終えてから本題入る、はい、ね、2021年のトップ2人が揃ってるわけですもんね、うん、この2人もう一つ因縁がありまして、あの田中さん今東京にお住まい借りられてるんですけど、それまで実家であの親御さんの元で住んでたんですよ。田中さん、はい、田中さんで、モーモーさんもあの今実家暮らしなんですよ、うん、だからあの東西切っての子供部屋おじさんっていうのでその階段のイベントとかではよう小競り合いをしてたんですよ。そうなんです。だから最近だから実家から出たら負けですよってことを言っといたんですけど、いや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 、だからまだ実家におられるんですねいや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 、これであるんです。何歳ですか、はい、いや44ですよ。きついですよ。いやいやパスタ茹でれますか。パスタは茹でれない。ほら茹でれますよ僕はパスタ洗濯もできますから、ちゃんとそれは。いや洗濯はできますよこっちも。本当ですか。さあそれでは早速参りましょう。いけるかいけないですよ。階段こういう空気だと本当に行きづらいですよだって今回お話ししていただくのが、はい、あ、田中さんなんですね。田中さんこんな感じで行くんですね、階段。行きゃ逆にいいですよ、あのもう一回こう話しやすい空気になってから、ね、大丈夫です、行きます行きます。チャンピオンなんで。どんなステージでもチャンピオンは上がるんだよね。はい、上がります。すごい。はい、その田中俊之さんに階段披露していただきたいと思います。お願いします。はい。しかも立ってなんだ。そうなんですよ。こちら視聴者ピューコさんよりご投稿いただきました。ありがとうございます。では田中さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。彼女にはですね、あの2つ上のお姉さんがいたんですよ。といっても生まれる前に、彼女が生まれる前にお姉さんもすでに亡くなっていたんですね。でその死因っていうのが、母から聞いてたのは、まあ、幼い時によくある突然死だと聞いてたんですよ。しかも生後9ヶ月で亡くなってしまってるんですね。でもこの彼女がですね、大きくなるにつれて、あのお姉さんのその死因に関することで母から不思議な話を聞いたんですよ。で今は仏壇の前に飾られているそのお姉さんの写真、その赤ちゃんの時のその笑顔の写真しか、お姉さんはそこしか見れない、生きてた時は見れないんですよね。でその
話って不思議な話というのがですね、お姉さんがその生まれた時にすごい体調が悪く何度も発熱して入退院を繰り返してたそうなんですよ。でこう医者に見せるも見せるにも原因が全く分からず、もうわらをもすがる思いでですね、お母さんはあの知り合いのつてを伝えまして、その土地で有名なある霊能者にお願いしたというんです。お姉さんのその入退院を繰り返していることによって、その父方の方の親族の集まりとかにも全く出れなくて、そっちの親族にはかなりあの悪い印象を与えてたと言ってましたね。でその霊能者に見せに行く時にも、そのお姉さんは入院をしてたんですよ。だから写真を持ってきてくださいと霊能者に言われて、そのお姉さんの写真を持っていたんです。その写真というのは未だに仏壇に飾られている写真なんです。でそれを霊能者に見せるところ、見せてたところ、お姉さんの横に蛇がいるなと言われたんです。でもこの蛇っていうのはすごいお姉さんのことを可愛いと思ってると、こう笑顔にさしている、でも同時にあの世に連れて行こうとしているなと、その霊能者が言うらしいんです。でお母さんにはそのはっとこう気づくことがあったんですよね。っていうのはその土地で古くから大蛇伝説を、こう大きな蛇の伝説があったり、その土地には蛇にまつわるこう風習などが数々あったそうなんですよ。で蛇石神社という蛇を祀る神社がポツ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 あったんですよ。でお姉さんがお腹にいる時、妊娠5ヶ月の時にですね、母方の祖母が安産祈願のためにある蛇石神社を訪ねたそうなんですよ。でそこであるお祭りをするんですね。卵を用意して母の名前を書く、でそれをお供えする、そして安産祈願をしたらしいです。と同時に母の兄嫁も妊娠されてたそうで、 そちらの名前も書いて2つ奉納したらしいですね。で安産祈願、そういったことを思い出したんです。昔 母が祖母がそういうことをしました。だけどそれが原因なんですか、霊能者に聞くと、いやもう一つその原因があると、その父方の方にあるんです。その原因が父方の方に放置してる墓があるだろうと、その先祖が怒ってるというんです。でそれを通してそれが蛇の神様に行って、それを使ってそのお姉さんに災いを起こしてるというんです。でこれ半信半疑だったんですが、そのことを父に伝えると、父が一応その墓を調べたところ、本当に放置された墓があった。で親族を集めまして、すぐさまその墓をお祭り上げてきれいにしたんですよ。しかしその甲斐なくお姉さんは亡くなってしまったんです。その先祖の怒りを買わなかったら、またはその蛇神様に安産祈願を祖母がしなかったら、そういった思いがその仏壇の姉の赤ん坊の時の笑顔の写真を見ると、そういった考えが交錯すると、そう言ってましたね。不思議な話でした。ありがとうございました。9月の10日土曜日に開催される初耳怪談の初のイベント、裏初耳怪談、テレビでも YouTube でもできないやばい話、なんと会場チケット完売いたしました。ありがとうございます。皆さん、それでですね、完売のお礼も込めまして、なんとイベントの生配信も実施すること決定いたしました。いやもう本当ね、いろんな方に見ていただきたいですね、はい、全国の怪談好き、オカルト好きの皆様、9月の10日土曜日ですね、裏初耳怪談、テレビでも YouTube でも聞けないやばい話、ぜひご参加ください。では最後ですね、意気込み、ノブさんお願いします。僕は聞くと呪われる話しかしません。ぜひご覧ください。最悪。後味悪。
ちょっと切ないようなね、お話でもありましたけど、そうですね、なんか神様っていうのは結構こうなんか理不尽なところあるんで、あとご両親公じゃないですけどもね、あのしっかりこう敬ってしっかりお参りも欠かさずやっていると味方になってくれるんだけど、ちょっとそれが雑になってしまうとそれ以上の攻撃が来てしまうって話も結構田中さんありますよね、はい、俺はでもねそれはね、人間の考え方の良くないとこだと思ってんの、何々してくれなきゃ神様ちゃんとあなたの夢叶えてくれないよって、神様がそんな了見狭いわけねえだろと思うのよ、みんな神様のせいにしすぎと思うのよ、フラットだからそういういいことも悪いことも起こるっていう、そうですね、だから同じこう善悪のあんまし区別がないんかな、そうね、善とか悪とか、もちろん存在するんだけど、善も悪も人間の判断だからっていうことだよね、でもなんか全国にありますよね、ヘビ信仰って、うん、ありますね、ありますね、僕もあの東京タワーの下にあって、ありますね、で生卵を備えたらこう仕事がうまいこといくと、でも茹でちゃダメなんだ、茹でちゃダメ、茹でちゃダメ茹でちゃダメ聞いちゃダメみたいな、聞いちゃダメみたいなね、しかも茹でちゃダメ、警備員がいるからなんか言われるんですよ、備えてたらあれか、なんか何やってるんですか、はい、だから隠れながら置いてきましたよ、僕いりますよ、生卵ラッシュ、生卵ラッシュ、生卵ラッシュ、確かにそのヘビのね、神様に生卵って全国的にありますよね、あるの、ありますね、モモさんね、ヘビの神様ってよく聞くじゃん、はい、お金持ちになるためにとか、うん、はい、ありますね、そういう信仰はなんでもともとヘビなの、あのヘビはあの、うん、皮がほらどんどんこう脱皮して、うんうん、どんどんこう、まあ、生え変わるじゃないですけどっていうのが再生の象徴で、だからあのヘビの脱皮した皮を持っとくとそれが金運の守りになるとか、うん、そういうのもあるので、やっぱそういう再生の象徴としても考えられたみたいです、うん、へー、すごいね、でも水とかの神様であったりするんで、例えば雨乞いであったりとか、うん、そういう時にはヘビとか竜であったりとかを、リバイアさんね、あ、そうですね、うんうん、結構ヘビと竜がごっちゃになってるところもありますよね、そうですね、うん、でもなんかそのすごく執念深いっていうところがあるんで、ちゃんとお願い事をして叶えたらなんかそのちゃんと見返りみたいなものをお礼参りというか求めるとも言いますし、僕もなんかヘビにまつわる話でなんか結構怖いなと思ったのが、とある方のご家庭の天袋みたいなところにですね、ヘビが住まってしまって卵をいっぱい産んでしまったって言ったらあれですけど、産んだと、生まれたと、うん、で、あ、ここにいたらちょっと困るなと思って、そこの家の一番上のお兄ちゃんがそのヘビって親ヘビっていうのを捕まえて、まあ殺めてしまったんですって、うん、頭を潰して、うん、自分の家の近くの用水路のところにそれを捨てて溺れ死にさせたと、うん、でいっぱいあった卵っていうのをもう家の外の畑に向かって、まあ、点でバラバラに投げたんですって、うんうん、でそしたらしばらく経ったらその一番上のお兄ちゃんっていうのが頭の病気、脳腫瘍の病気になってしまって、蛇の頭を潰したっていう因果関係があるかどうかわからないですけど、うん、でそしてその後に薬の副作用でノイローゼ気味になってしまって、ある冬の日に貯水槽で溺れ死にしてしまったっていう、だから蛇と同じような感じになった上にその後家族の仲が悪くなって疎遠になって怒り差になってしまったんですね。だからそういうところで実際自分がしたことっていうのがなんかその卵をいろんなところに放り投げたっていうことが蛇をチリチリにさせてしまったってところがなんか自分のところにもつながってくるんじゃないかなみたいなお話はちょっと聞いたことがありまして、結構蛇にまつわる話って多いですよ、はい、あのアダムとイブのね、あのそそのかしたのが蛇だったりもするから、西洋だと本当にちょっとこう良くない象徴だかね、うんうん、言われたりもしますし、蛇、はい、と竜もなんか関係あるの、なんかちょっとさっき言ったごっちゃになってるっていうのが、俺実はね、はい、父親の名前が龍の人って書いて辰戸って言うんだけど、うん、まあ父親も辰戸氏だし、家に龍のグッズがめちゃくちゃあるのよ、はい、でなんかまあこんなこと言っといてあれだけど、前世の見えるみたいな番組とかで見てもらったら、小沢さんは前世が龍だって言われたの、え、人じゃないの、そんなわけないじゃん、だったら井戸田潤は何なんですかって聞いたら、
江戸時代の太鼓持ちだこれ売れますよスピードが完璧じゃないですか絶対面白いよね面白い稼ぎますわ、はい、でも実際龍なんて龍なんてって言ってあれだけど存在するんですかいやでも僕の知り合いにスピリチュアル芸人をやってる人がいて、はい、なんか神様と交信ができるみたいな、うん、あのやつなんですけど空見て今日龍がいる龍がいるって言ったら雲、うん、明るいのかよそう言ってあこれ見といた方がいいですよご利益ありますよって言ってなんか見せられたことありますけどねなんかこう龍神だとかねあと龍が味方につくとかみたいな話を、まあ、表現があるんですけど確かにあのチャンス大城さんとかもバーンとこうブレイクするときに写真撮ったらここにこう青い本当にもう龍が写ってるような写真が撮れたりとかしたことあるんですよ、青い龍はもうドラゴンズだよもうそうイメージはそうですね、うん、そうなっちゃうよそうなのでも確かにでもなんかそういうのがあるみたいですねだから龍がついてくれるで僕一回歌舞伎町歩いてたら急になんかもう結構入れ墨の、うん、結構こうあっていうお兄さんが近寄ってきて、うん、お前に龍授けてやるよ、うん、急に言われて えいいんですか握手しようって言ったら龍の握手って言われて こんな風にされて、うんうんでこれをこういう風な龍爪みたいなそうそうそう、かぎ爪みたいな、うん、で、はい、龍あげたとか、うん、じゃあ今龍が中にいるってこといや、でもずっといるのか分からないですけどでも本当に偶然なんですけどその龍もらった後ぐらいに手相の本出したんですよえ龍は手相を見ると仕事運を上げてくれるとか龍が見たとちょっとこう幸せが来るかもしれないっていうだからまあ偶然のタイミングかもしれないですけど、うん、なんかあのお兄さんに本当に龍もらってたらちょっとありがたかったなって確かにでも龍っていいイメージというかなんか登っていくイメージ登り龍、ね、なんか家庭とかにとっても企業とかにとってもいいイメージだよね、なんか東洋の龍はなんかいいけど西洋はドラゴンでなんか怖いみたいなのがある、うん、そうですね、うん、なんかあるのそれなんかありますよねなんかありますよねそう確かにその東洋はいいんだけど神様だけど西洋は悪魔っていうね、うん、あれなんでだっけななんかありますねごめんなさいちょっと知らないのにセンター座ってるの詰められてる主演さんが詰められてる全然詰められてるすごい僕センター立ちながらあそこで階段何回か話してますけどまあまあ失敗してるんですよ急にあーとかなっちゃったりとかするぐらいのセンターなんで、はい、そんな感じでやらせていただいてます怖いねえー、皆様いかがだったでしょうか。この番組、皆様からの身の回りで起こった不思議な体験談随時募集しております。個性的な、ね、怪談師揃っておりますのでぜひ振るってご応募いただきたいと思います。お願いいたします。というわけで今日のゲスト田中俊之さんそしてスピードワゴン小沢さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。